スノーマンの連ジャニーズ外しの NHK 大河光くんへ朝ドラ「ブギュウギ消加害問題」予測で取り直しの難がれか「紅白歌合戦」も例外ではなく今年はジャニーズがゼロになる可能性が高い番組制作の現場はさぞ混乱しているだろうがほっと胸をなで下ろしているのが NHK のドラマスタッフだという 現在放送中の朝ドラランマンは今週が最終回。来週から新番組のブギュウギがスタートしますが、ジャニーズ事務所のタレントは現時点で出演予定はありません。前作の舞い上がれでは重要な役どころで関ジャニエイトの横山優やスノーマンのメグロレンが出演していたので、ブギュウギ関係者は出演者の変更や取り直しにならずに、ホッとしているのではないでしょうか。 芸能事務所関係者、イカドー・ランマンでは放送中に主人公の母親役、広末良子のダブル不倫騒動があったため、2作連続の災難という事態は避けられ、運が良かったと言えそうだ。い,いえ、運というわけでもなさそうなんです。というのも、来年放送される吉高由里子主演の大河ドラマ、光くん君へも、これまで40人以上の出演者が発表されていますが、 ジャニーズ事務所のタレントさんは一人もいないのです。